今年のテーマは和です。ひらがなで和、個々の小さな和から団結によりアスカという大きな和が広がり、その輪は見ている人の心を動かし感動を与えることができると信じています。中盤での鳴子のリズム打ち、表拍子と裏拍子を交互に繰り返すことで表現する独特のリズムもお楽しみください。それではリゾン鳴子会アスカの皆さんの輪をご覧ください。よろしくお願いします。ありがとう、ゆきちゃん。よじょ、走らない。はい、会場の皆さんこんにちは、リゾン鳴子会アスカでございます。よじょ、ギャラリーが肩上げじゃないんでやりにくいんですけど一生懸命踊らせていただきます。熱いご先導のよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。表面さあ行くぜアスカ。野菜さあ
会場の皆さんに、えい！ビゾンナルコカヤスカの皆さんでした。どうもありがとうございました。